さあ今回もですね、皆さんご存知スタミナ園でございます。嬉しいな素晴らしいです。ノッチにオラキオよっしっし、もうねこれね、もう芸能界はもう空っぽですよこの2人が来ればもう100人力です。ありがとうございます。100人力だ。もう嬉しいですよ本当に。そうだろ、ね、カプセル怪獣、カプセル怪獣芸人だけど、ね、もう精鋭揃ったよハゲがいないだけだから今、うん、カプセル界のスター。あ、そうですね、ソウスケ君がいないとあれだけど、あいつ今なんか青森行っちゃってます。え、社長の太鼓持ちで。ああ、まあメインの仕事ですからね、ソウスケさんので俺はここにスタミナ園、はい、今3時です。はい、私と来たのは12時です。すごい素晴らしい。12時でポールポでしょ。いやいや素晴らしいですね。今日はね、本当にね、季節ごとにこう変わっていくスタミナ園さんを、はい、もう皆さんにお見せするために。わっ、のっちな、何年ぶり？10年ぶりにまだまだ40代でした。40代の時に途中ぐらいでちょっとギブアップした。ミックスホルモンの時に箸が止まりました、はい、で、その時に真顔でジモンさんが僕にお前の目は死んでいるそう、いや今日やばいんですよ。ちょっと違うんですよ、お前の目がこの瞬間死んだって言ったんです。だから今日は皆さんにお見せするのは芸人が目が死ぬ瞬間、それをちゃんと見逃さず言うから、オラキオも。僕はまだ結構途中で死ぬよ。俺大体カルビの辺で死ぬから、お前はカルビ前後であんなに美味しいお肉を無理やり突っ込む感じになったら俺、あ、死んだっていう。なるほど。でもまだ40代だもんね。46、はい、いけるいける。心配なのはそのミクソロモンで箸止まった人間がそれから10年経ってますから。もう58歳です。え、還暦です。58歳言えてないじゃん。58歳です。58歳。ミクソホルモンって流れの中でどれぐらいでしたっけ？まだ何合目かな、まあ、だから精肉までは届いてないってことだ。5合目ぐらい。5合目ぐらいだね10年前でそれだったら絶対ダメだよ。いや俺は思うけど、今日はもうじゃあ2合目ぐらいで、2合目ぐらいでもうでもお前戦力外はこの店なしだからね。頑張ってフルマラソンやってんだろ今。はい、今もうマラソンあの趣味で走ってますから、ね、でダイエットやってんだって。だから絞ってるから全然胃がちっちゃくなっちゃった。あ、そんなやつがスタミナに来ちゃダメなの。よく来ましたね、のちさん。今日の時点で6キロダイエット、うん、あの成功します。はい、すげえ。それが全部無駄になります今日いいです、ちょっと喋らせてもらって。どうぞ。何ですか今日。あの前回あのうちの奥さんが。いや、そうでしたよね、結構。そう、藤本カメラマンの奥さんと一緒に食べたよね。見させていただきました。それで、まあ、今日もね、あのジモンさんとちょっとロケ行ってくるわ、どこ行くのっつって、スタミナ園だよっつったら、またって言って、また行くのみたいな。え、なんでみたいな。ジモンさん呼ばれてっつって、で、なんかそのえ、なんか違うことあるんだっけみたいな。いや、ない、同じ同じ同じメニューを食べる。あ、やっぱ同じなんですか。ああ、まだお前の奥さんそのクラスか。そのクラスにいちゃダメなの。すいません、ごめんなさい。それでまた続きあって、ああ、はい、僕結構その言ったらジモンさんとご一緒にねお仕事させてもらってて、うん、まあ、もう十何年か。いや、もう15年以上経ったんじゃない。まあ、スタミナ園さんに立ったらもう言って10回ぐらい。あ、10回は言ってるね、お前も。お前も言ってる、ね、まあ1回美味しいんですよ、うん、そうですね。でも、まあ、ここだけの話っていうか、一生じゃ一緒な気がするんですよとんでもないこと言ってます。いやいや、同じ同じとんでもないこと言いましたね。いやいやいや、大丈夫だよ。同じラインが来てるけど、はい、だから、おそらく凡人なんだね。あ、その時のカルビの変化やハラミの変化を感じられてないんだよ。なるほどね。まあ、だから凡人から見たらそうなってしまうってことですか。なってしまうけど、俺から見たらミラクルに広がってることなんだよ。こうなったんだ、ああこうなった、あ、こんなメニューが生まれたんだっていう、それが喜びなんだけど、発見がまだできないところにいるわけ。そういうことですね。このご夫婦は年収がいくらか大体分かっちゃう。それによって年収、やっぱりスタミナ屋さんも切磋琢磨して経年変化していってんの。テーブルを置いてきます。ずっとテーブルが映ってる。経年変化して磨いてきれいになってたらきれいに残って10年後でも同じように使えるじゃん。ほっといたら腐っちゃいますから、はい、だからそういう分で言ってもスタミナ屋は同じように見えて経年変化してますから、うわ、その経年変化を楽しんで笑うために俺は何回もやる。
年間4回は必ずやりますから。うざチャンネルでしか伝えられないことなんじゃないですか。そうですよ。これはだって普通だったらテレビだ、ね、テレビだとこういう感じになりますから、はいはい、同じでしょってなっちゃうじゃない、はい、テレビの人はね。でも夏のスタミナ炎、まあ、初夏のスタミナ炎と冬のスタミナ炎全く違うじゃん。違うってことですね。全く違うのに絵はほぼ同じに見えるじゃん。そこは認めるんです。ああ、分かった。そんなの分かってる。だから面白いんだよ俺は。この変化を楽しんでくれってことだから。え、ブラキオさん何回目ですか。僕まだ2回目なんで。あ、今日が2回目。今日が2回目なんで。お前キャリア浅いな。全然浅いんで、全然まだそのそこっちの領域にも行ってないです、僕は。あだっす、はい、それでいくと、まあ、今日はだからその、はい、年取ってへたれた芸人と2回しか行ってないちょっとなんかドラマの俳優になろうとしているこいつらに本物のホルモンを食わしてヒーヒー言わしてやります。ありがとうございます。今日は本当楽しみです。楽しみ、楽しみです。結局うまいですよね。うまいです。最高です。僕らのところでスタートは16時4時からです。ジモさん12時僕12時です。皆さんは、皆さんは何時。一緒ですよね。一緒です、一緒です。僕とジモンさん一緒です。一緒です。はい、直属なんで。僕も1時半ぐらい。一緒だよな。はい、でも偉いよ、はい。15時でいいって言ったんですよ、ノッチにも。おはい、あの全部、15時で僕が会えるからって言って、はい。その時で、いや、早めに行きましょうって言って。はい、じゃあ、俺が行く時間に来るって言ったら、ノッチは来ますと。車でお送りしますって言って。で、11時半ぐらいに集合だなって言って。はい、11時。え、ちょっと間があったよね。いや、そりゃそうですよね。11時じゃん。そうっすよね。で、会おうって言って、分かったって言って、じゃあその時間になって言って、俺傘で待ってたら、焦ってきて、先輩待たしてしもうたって言うから、焦って。さすがっすよね。11時、10分前の11時20分に行ったんですよ。はい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 。もう傘さしちゃう。下野さん待ってましたからね。嫌だなぁ。いやだから僕も1時過ぎに来たんですけど、もう並んでらっしゃるだろうなと思って、ここにジモンさんいるだろうなと思ってこの道の前通ったんですけど、いなかったんで、あれお昼頃って言っててまだいらっしゃらないんだと思って、珍しいなと思って駐車場の方行ったら、お二人車に乗ってて、そしたらあの店の人にまだ並ばないでくれって言われたって。怒られたの、あの今並べると椅子出すから、椅子出したら椅子が雨でふやけちゃうから、椅子出した時に並んでくださいと、はい、迷惑だったよかったですね、車で来ておいて。早すぎて並ぶなって言われることあるんですね。初めて見る人のためにあの説明しますけど、ポールポジション取ると、あの席っていうのはその席の場所も言えますから、それからだったら前に誰か並んでいらっしゃったら、その人たちがあそこがいいって言ったら、そこにそこになって違うところになるわけです。それを考えたためのポールポジションが11時です。11時ですよ。雨がやんでよかったですね。ガチでリアル。飯食うの夕方っすもんね。そうです、夕方だよ。出るのは午前中出るんですよ。午前中出るんですよ、はい、私も海外や海外旅行、海外に行く、韓国で普通に食べる方が近いかもしれないよ。確かに素晴らしい。そういう楽しみを楽しむからこそ今日はスタミナいんですよ。さあもうちょっとオープンまで待ちましょう。はい、ブラキオとジモンのウソチャンネル、今日絶対美味しいって。今日絶対美味しい。美味しい。何的に気候とかいろんなこと考えた時に、ちょっとこう夏ほど下手ってもいない、ちょっといい感じで気持ちよく育ってるの今。だからこんな時の牛はうまいです。それが今6月がちょうどその時、ね、とジモンも冬の間にいろんなマグロのいいやつとかお肉とかいっぱい食べてぐわーって体重が90キロまで持ってきました。行きましたよ。90キロまで行ったところで山菜タイム入ったわけよ。うわーでぐわーって3、4週間ほんと山菜生活ですよ。いろいろガーッと食べて、体重が今だから今82キロ。うわー落ちましたね。7キロぐらい落ちて、ちょうど落としたぐらいで、肉うまいですこれは。だからもう山菜という酵素をたっぷり取り入れて入れて、もう体の中はもうコンディションが整ってるわけですね。さあこれ肉よホルモンよっていう状態になってる。お前ら普通の生活
普通の生活を送ってるわけじゃない。そうですね、熊の生活サイクルがちょうど合うってことなんですよね。あ、俺はちょうど待ってる、待って待って、要するにね、確か僕ら人間のね、普通の生活を送ってると思うんですけど、ね、まだまだだね。これがね、いやなんかそのコンディションをね、すごい調整して、うん、なんかそのスポーツ、うん、なんか挑戦するとか、うん、そういうアスリート的な感じとかだったら意味わかるんですよ、はいはい、 はい、いくつだよそれ。え、そんなんいくつだ。20代30代の話だよ、そんな話は。もう私は60歳です。いや、分かるんですよ。60歳には記録を求めて数字を上げるスポーツはしないです。はいはい、いや、なんか分かるんですけど、いや、なんかその、すごいコンディションを整えて、結局何するかと飯食うじゃん。飯食う。じゃあ、君も、これ何だ？じゃあ、人の喜びって何？じゃあ、君は人の喜びは何だと思ってんだ？頑張った仕事の時に食べるご飯だろ。楽しい仲間と一緒に美味しいもの食べることだろ。はいはいはい、それが人生の喜びだと思ってるわけだから。ジョブ全然仕事してない。仕事でだって来ないもん。まあまあして、こんなやつに仕事来ないだろ。うちらの大先輩なんてこと言うんだ本当に。何テレビでもあんま見ないなって。何見て、見るだろう。テレビ出てた深夜の。テレビあの言っとくけど断ってるよ。え？本当に本当に。俺断っちゃうの。夏はクワガタがあるから。テレビ断っちゃう。あんま言えないけど。いや俺もね、よくロケの移動中とかに、なんかマネージャーさんがね、あのジモさん、あのこの日仕事来たんですけどどうですか。あ、ダメダメ、クワガタだから。クワトリックがダメだ。そりゃそうだろ、クワガタ。じゃあいついつどうですか。あ、ダメだ、あ、飯だ、あ、飯予約してるわ、ダメだ。もう全部全部そうよ。その合間を縫ってやってんだから出てる方だよ、テレビも。仕事よりクワガタが大事なんです。出れないよそんな仕事。大事か、クワガタが。6月7月の新月は年に、うん、もうこの6、7、8の新月はもう、もうどうしようもない、もうどうしようもないです、これは。そこに何が入ろうが前後無理です。この6、7、8の新月の時期は何も入れるな。ダメ。生きがい、もうね、言わないとダメですよ。頭がそっち行っちゃってんだよ。あーって。そうすると何やってもダメだから。面白い、集中できないですもんね。集中できない、仕事の時に言えないよ。バナナさん言えないの。やめろやめろ。もともと言えない人間がそんな上の空ではダメだろ。えぐりましたよ。え、言ってもらえないでください。そうって言う。面白くないよ。言ってますよ。やめてください。いや、それは本人が面白いんだから。それは本人が言っちゃいけないことなんだ。はい、面白いは全体がこの人面白いだから俺は。そういうことですね、人間の人自体が。コトッと言った時に、あの人面白かったねって言われるのは何なのか。なるほど、そこまで作ってるから。もうゴッホみたいなもんですよ、ね、ゴッホ、ね、死んでから評価されるみたいなところですよね。お前バカにしてんだろ。お前人のこと生きてからも評価されてますからね。だけど他のチャンネルばっか出てジモさんとか全然出なくなっちゃったよ。いや、そんなことないよ。出てるじゃん。え、何が。いや、あんただってさ意外と出てるな。意外と俺の方もね、エガちゃん、タカちゃん、ジモさん、ウザちゃん、ウザちゃん、そうです。これ、これ3つ、この三大巨頭に出てますか。これ3つ、3大どんどんなんか他ばっか出てなんか。なことない、そんなことない。いや、彼はもうタレントじゃないから。役者だから。やめてください。やめてくださいよ。お笑いやめたの。お笑い芸人ですよ。こいつはね、相方が放送作家になってて、でもうマラソンとあと共済のタレント、ね、で細かく食ってるから、はい、細かくもう細かくこう拾いながらつまみながら、俺アルバイトしないで、俺はもううざチャンネルがあっての、はい、あといろんなテレビ番組を間で行けたらいいかなって。コカ・コーラの広報でしょだって、はい、そんな方が何をおっしゃってるんですか。コカ・コーラ、俺ね、それで今日もあったみたいなとこありますよね。これそう、コカ・コーラのいるんですよ。出してくださいよ、イベント、コカ・コーラの。どうもお願いします。そういう力があったらこういうことやってないです。確かに俺はこういうことを楽しんでるんです。確かに。そういうわけで、こんなことをしながら時間を過ごしております。お前目死んでない。いやいや死んでない。あれ、いよいよだって食う前から、うん、食う前から目死ぬのやめてくれよ、はい、5分前ですよね。5分前だよ。もうマックス楽しかった。こう今日のイベントが楽しい。さっき親方さんが、隊長が今日レバーうまいから、今日レバーうまいから言ってましたね。こういう時は本当うまいよ。やっぱり違うんですね。やっぱ仕入れってさ、神のみぞ知るっていうかさ、やっぱ食運っていうのはあるじゃない。今日何かいいのあるなって時、今日レバーだと。さあそんなわけであと2分で、あと2分でこののれんが入ります。ペコペコのおじさんさんに、いやもう嬉しい。今んとこ編集して5分使えないな。取れたか。藤本がこんなの好きだからさ、
タラタラだけど編集してるやつはさ、こういうのあんまり好きじゃないからさ。ピュルルルルそうなんですよね。頑張りましょう。そうなんですよね。俺この本当無駄話好きなんですよ。名言シリーズなんだけど。切ってくださいね、僕も。やっつりと。こいつ編集家なんじゃない。俺編集やんないんで。カメラマン。カメラマンで。僕も編集一切やんない。このカメラマンが来てる理由は、いや、食べないですよ。行きますって言ったら食えるって。いやでもこれでもお店選びでやってんだこいつ。いやそんなことないですよ。ジモンさんとコラボだったくるとか、うん、違います。じゃあジモンさんが呼んでくれないんで、ああそっか、あそうなんですね。じゃあこれがまた寿司サイドと行きますとか言って、うわほら行くでしょ。いや呼ばれたら行きます基本は。ああ素晴らしい。いやいやなこと選んでるよ。これはちょっと無理です。全然行きます行きます。呼ばれたら行きます。ほら準備始まったよ。ほら来た、取ってね。おやす。おっと電話だ。ぴったり。あら、何これ。いや違う、俺間違ってさ、朝さ、あの彼女ってなんだよ。あの彼女だったらどうすんだよ、取りやがって。モーニングアラームを入れるのいつも、はい、で今日のモーニングアラームは5時か5時で、なんなかったから、うん、あれってさ、違う時間に押しちゃってたんだよ。違う、あのいやシリにやってもらってんの。シリーっつってモーニングアラームっつって何時降りる。シリーもボケちゃってるよ。シリーに行った俺の滑舌が悪かったんだろうな。シリーが滑舌をうまく取れなかった。同じがシリーがいられてた。じゃあ塩もぎ、塩もぎ、ありがとうございます。今日もレバーがいいので。いやー本当にすごい並んでるね。忙しそうやな。ノンフィクションでも見ました、うん、今日こんなに並んでったら、ね、見ましたね。いやいや、その並んでるっていうのがやっぱりさ本当だってことですよ。いやリアル、すごい並びがまた今日もちゃんとしてる、ね、すごいね。入り口までスタミナですよ。来るよ、ほら出ました。よ見つけた、破ってるところ、はい、出ました。これをくぐるのが、はい、お願いします。行きましょう。失礼します。ネイチャー。うわすごい。うわー入った。芸能界はもう空っぽですよ。この二人が来ればもう100人力です。ありがとうございます。100人力だ。もう嬉しいですよ。そうだろ、ええ